この動画はあの東北地方の高校生たちにあの東北大学に入って将来あの世界のために活躍してもらえるような人材をあの育成するためのあの力になればいいなぁと思って立ち上げた動画ですあのみんなあわがもの頑張るよはいじゃ今日はねえ二千二十三年の東北大学の理系の一番藤谷からね。 えー、問題はあの読まねえからあの、ここにこう映してやっから、みあの戻りながら見ながら、あるいは問題手元に準備しながら俺の動画聞いてけろなあの。その前に必ず予習すんだぞ。な予習しないと意味ねえからな。では早速始めたいと思いますからね。はい、いいんでな、は始めっぞ。お 呃、赤、あの、袋の中に赤玉4と白玉5個。合計9個入ってんのな。んで、1個ずつ取り出して、えー、ください。あの、戻さないよと。んで、A から始めで A、B、A、B の順番で取るよと。ほんで、A が赤取ったら A の勝ち。ね。B が白取ったら B の勝ちと。こういうルールでやるんだって。ね。はい。では、引き分けになる確率はっていう話ですから、 えー、これは、あの、要はずっと、どっちも勝たなきゃいいんだから、あの、A は、A はずっと、あの、白ばっかり取ればいいわけだべ。ね。B の方はいつも赤ばっかり取ればいいわけだから。ね。ほんで、赤が4個に白が5個。いい。こういうふうなことを考えると、頭ん中で考えると、1個しかねえのよ、引き分けになる方法つうのは。ね。 でここで重要なことっていうのは、確率っていうのは、あのー、頭ん中でちょっといろいろこう考えることが、ほ、他の数学の分野と違って、あのー、ちょっと必要なんだ。他の分野ももちろん、もちろんいっぱい考えるんだけど、その中でも確率とか場合の数だけは、なんつうのかな、頭ん中でね、ちょっと整理しなくちゃいけねえから、あの、訓練しないとダメ。だけどもね、絶対確率は、 あの、訓練してできるようになった図は強いから。極端なこと言うと、確率は好きか嫌いかに分かれる。な微分とか積分とかは、あの、杉だなあとか、ああ、杉でも嫌いでもねえ、どっちでもねえなとか、嫌いだとかっつうのが、こう分かれるわけ。だあんまり嫌いだっつうのはいねえんだ、あんまり。だって数学とって、あの、理系選んでんだから。で、ましてや東北大選んでんだから。 確率っていうのはあの分かりやすいから、確率得意にしたら絶対強いからね。あと、特に今年のこの23年の大事問は簡単だから、これ落としたら曲げ、うん。あと、確率のうんと注意してほしいのは、分かってんのに計算ミス。これ俺今からやっけども、俺も今から計算ミスすっかも分かんねえから。ね。まあ、計算、あの本番では計算ミス絶対しないように、あの、注意深くやんなくちゃいけねえぞってこと。な。 はい、では内容に入るよ。ね。で、引き分けの確率っていうのは、さっきも言ったように赤、A が白しか取っちゃダメ。B が赤しか取っちゃダメ。んで、ずっと 9, 9個あるんだから、最高で9回しかないんだから、A、B、A、B の順で行くならば、えー、A は白取んないとダメなんだから、引き分けだから。な、ね、だから白赤、白、赤、白、赤、白、赤、白って行かなくちゃいけないわけ。ある 白から、あの、並ばないとダメだってことよ。ここ上がれば終わり。ね。ほんで簡単です。はい。ひ、引き分けになるのは、A、B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  って、1、2、3、4、5、6、7、8、9回しかねえんだから、9回や,や、やり続けなくちゃいけないわけね。途中で終わっちゃいけないんだから。引き分けになると思うね。ほんで、えー、A の人は、あ白取れなきゃダメ。 B の人は赤取んだけダメなんだから。赤のことレッド、白のことホワイトっつうから。ね。だから、ホワイト、レッド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 、ホワイトしかねえの。これしか引き分けになる方法はねえわけ。なるほど。確率にすればいいだけだから。あとほ確率の計算今から書くよ。ね。はい。次、書いたから。はい。はい。はい。まず9個あります。はい。ホワイト取りますから。9分のホワイト5。 次、8分の、はい、レッド。レッド4だから、8分の4。次、7分の、え、戻さねえから、これ。戻さねえから、1個ずつ減っからな。はい、7分の、これ、ホワイト。ホワイト5個だけど、ここでホワイト取ったから1回。だから、ホワイト4。な。ほんで、次、6分の、5、4、3、2、1。ここがいる分分減っていからな。だから、最初のホワイト5個。ね。5個。飛んで4個。飛んで3個。飛んで2個。飛んで1個よ。ね。 レッドは最初4個、飛んで3個、飛んで2個、飛んで1個。こうなるわけ。これは確率だから。これ計算して終わり。はい。で、計算しました。こ約分していって、126分、126分の1。ね。答え確認したら合ってました。これね。あの、こう結構、俺もな、計算するときに、あの、緊張したよ。なあ,あ まあ俺別に間違ったって、あ,あ間違ったごめんって言えばいいだけだけど、これ本番だったら結構緊張するからな、これな。うん。だこれ、わかってる問題は、あ間違うなよって話した。な。はい、じゃあ次に角2番いくぞ。はい、角2番な。映画かつ確率だと。な。いい。はい。あの、確率は、その状況をきちんと把握すること。うん。ね。 こいつ、あの、状況が非常に、あの、わかりやすい状況だから、もうすぐ、あの、内容に入れるんだけど、あの、東大とかになっていくと、この問題の設定を理解するだけで大変なの。まあ、はっきり言って設定の理解すらできないこともあるんだ俺も。何十年も、あの、教えてんだけど、や。な。まあ、俺頭良くねえから。な。んで、あの、こいつはもう設定が簡単だから、この設定をちゃんと間違わないように、あの、やっていけばいいわけ。 で、A が数のは赤取ればいいんだから。な。A が数っつ,つうことは B 買っちゃいけねえっつうことが入ってるっつことを忘れんなよ。B 買っちゃダメだからな。ら B 買っちゃダメなんだから、B は、あの、白取っちゃダメよ。A が数なくちゃいけねえんだから。な。いい。で、映画数、だから A が、あの、レッド取ればいいんだけど、A 数っつ,つうのは、A は奇数番目で取るんだから。1番目と3番目と5番目と7番目と9番目に取るわけだべ。A は。だから、A が数のは、 2回目か3番目か5回目か7回目か9回目しか勝たないってことだぞ2回目とか4回目とか6回目とか8回目に A が勝つことはできねえからなそういうこともわかんないとダメなのだか,らだから今からあのー、まとめると1回目3回目5回目7回目9回目勝つこと考えるよな